ラ、この度はアップデートへのご協力ありがとうございます。更新データを受け取ってくださったお礼にプレゼントをお送りします。今後のアップデートも楽しみにしていてくださいね。任天堂のスタッフより。いやもう素晴らしいですね。しのこ、うおー、やべー、ミスマッチ。海では A で泳げるのですが、マスコリ海の中で影を見つけたら Y で潜ってください。そのまま泳ぎながら追いかけてみてください。影に追いかけて捕まれることができましたら、できたらさあ海の幸が取れるのです、ということで、ご説明は以上になります。改めてここを立ててくださってくれないな。ありがとうございます。やったー、最高。もうね、シマウマです。はい、行きます、行きます。うおお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 、皆さん、ウニだ。ウニゲット。ワカメ、まずワカメ、1月から7月、10月から12月、これはね、あれですね、北半球の、設定ですね。うん、北半球は、1月から、7月、そして10月から12月ですかね。で、南半球は、1月と、4月から12月だそうです。はい、南半球は1月から1月と、だから 2月と3月は出ないんだそうです。それ以外は出る。で、時間帯は一日中だそうです。はい、続きまして、海ぶどう。北半球は、6月から9月、出ます。そして、南半球は12月と、1月から3月ですね。はい。一日中出ます。はい。はい、続いて、続いてはナマコ。北半球は1月から4月、そして11月から12月ですね。はい。で、南半球は5月から10月だそうです。出没時間帯は、一日中ですね。北半球は1月から2月、そして11月から12月、4ヶ月間。なるほど。そして南半球は5月から8月となってますね。はい。で、時間帯が、出る時間帯がね、だから16時からまあ朝の9時の間だそうです。続いて、人出。北半球一年中出ます。南半球も一年中、そして一日中出ます。はい。わ、ウニ。北半球は5月から9月、南半球は11月から3月だそうです。で、出没時間帯は、一日中。パイプーニ、北半球は7月から、9月、そして5月から、6月ですね。はい、南半球は1月から3月、11月から12月ですね。で、出没時間帯が、夕方の4時から、朝の9時まで。イソギンチャクは一年中出ますね。はい、南北半球、南北半球両方とも一年中出ます。はい。で、時間帯も一年中出ます。はい。水クラゲ、北半球は7月から9月、南半球は1月から3月です。時間帯は一日中出ます。
ウミウシ、ウミウシは北半球は1年中、南半球は1年中、はい、出没時間帯も1年中じゃないか、1日中ですね。はい、続いてアコヤガイ、アコヤガイは北半球が1年中、そして南半球が1年中、出る時間帯も1年中ですね。はい、でアコヤガイに補足するなら、ちょっと補足なんですけども、アコヤガイを放置、何日かこう放置すると真珠になるらしいので、これは売らない方がいいということですね。うん、はいはい。ムール貝、北半球は6月から12月、南半球は12月から6月ですね。はい、出没時間帯は、一日中。オイスター、柿ですね。はい、柿ですね。ごめんなさい、発音間違えた。北半球は9月から12月、1月から2月ですね。で、南半球は、3月から8月、時間帯は一日中ですね。ホタテは、一年中、北も南も、一年中出ます。そして、時間帯も一年中出ますね。はい、このホタテを取れば、何やったっけ、ラコスケが現れて、DIY レシピと交換することができると。倍貝、北半球は一年中、南半球は一年中、時間帯も一年中ですね。はい、常に出ます。はい、サザエは北半球は9月から、12月、そして3月から5月ですね。はい、そして南半球は3月から6月、そして9月から11月ですね。出没時間帯は、1日中出ます。アワビ、6月から1月ですね、北半球は。はい、で、ごめんなさい、南半球は1月から7月で12月だそうですね。時間帯は16時、夕方の4時から、翌朝の、朝の9時までですね。大シャコガイ、いやこれでかいよなマジで。大シャコガイ、水ポケモン、あで間違えた、すいません。北は5月から9月ですね。南は11月から、3月です。はい、出る時間帯は1日中ですね、大シャコガイ。はい、続いてオウムガイ、オウムガイ、北半球は、9月から11月、3月から6月ですね。そして南半球は3月から5月、そして9月から12月だそうです。はい、出没時間帯は夕方の4時から朝の9時、タコも、北半球南半球両方とも一年中出ます。一年中出ます。そして時間帯も一年中だそうですね。奥太郎、タコや、タコリーナの親戚になるところですかね。はい、でメンダコ、北半球が、9月から11月、そして3月から5月ですね。南半球は、3月から5月、そして9月から11月出ます。時間帯は一日中ですね。コウモリダコ、北半球は5月から8月、南半球だと、11月から、2月ですね。出没時間帯は、夕方の4時から、翌朝の9時までとなっております。はい、次はホタルイカですね。北半球は3月から6月、南半球は9月から12月となっております。はい、出没時間帯はこちらは、夜の9時から、翌朝の、午前4時ですね。ガザミですね。はい、ガザミ、北半球は6月から11月、南半球は12月から5月、一年中出ます。はい、一年中出ることになる。はい、続いてダンジネスクラブ、
北半球は11月から2月、南半球は5月から11月ですね。一年中時間帯で、出ますね。はい、時間帯は一年中出ます。はい、はい、そしてズワイガニ。はい、北半球は11月から、4月、そして南半球は、5月から10月ですね。出没時間帯は一日中ですね。タラバガリですね。はい、北半球、11月から3月、南半球5月から9月ですね。出没時間帯は、1日中となっております。はい、タラバガニ、フジツボ、北半球は1年中、南半球も1年中、時間帯も、1日中ですね。これはもう年中無休ですね。はい、タカアシガニ、北半球、3月から4月、南半球は、9月から10月となっております。2ヶ月間ですね。短い。うん、出没時間帯は1日中だそうです。はい、いやー すごいもんね。撮った時めちゃくちゃ怖かったもんね。でかすぎて。はい、車エビは、北半球6月から9月、南半球は12月から、3月ですね。はい、で出没時間帯は、夕方の、4時から翌朝の9時ですね。はい、甘エビですね。はい、北半球1月から2月、そして9月から12月ですね。南半球は7月から8月、そして3月から6月となっております。出没時間帯は0時から、あ、間違えた。出没時間帯は、夕方の4時から、翌朝 9時ですね。翌朝の9時、朝9時です。はい、シャコ、北半球一年中、南半球一年中、両方とも一年中ですね。はい、そして、時間帯、出没時間帯は、16時から、翌朝の朝9時ですね。伊勢エビですね、続いて。はい、北半球10月から12月、南半球は4月から6月となってます。出没時間帯、夜の9時、夜の9時から朝の4時ですね。はい、ロブスター、北半球は12月から1月、4月から6月となってます。南半球は6月から7月、10月から12月ですね。こちらは時間帯は1日中出ますね。はい、1日中出ます。ダイオウグソクムシ、北半球は7月から10月、南半球は1月から4月ですね。出没時間帯は朝の9時から夕方の4時、そして夜の9時から翌朝の朝4時です。カブトガニ、北半球は7月から、9月、南半球は1月から3月ですね。出没時間帯は、夜の9時から翌朝の朝4時ですね。続いてはホヤ、北半球は4月から8月、南半球は10月から2月ですね。はい、こちらは時間帯は、1日中出ます。はい、チンアナゴ、北半球は5月から10月、南半球は11月から4月、出没時間帯は、朝の4時からその夜の9時ですか。ヒラムシ、北半球は8月から9月、南半球は2月から3月ですね。はい、出没時間帯、夕方の4時から、翌朝の朝9時ですね。回廊洞穴、北半球は10月から2月、南半球は4月から8月となってます。出没時間帯は、1日中となっております。以上40匹、海の幸の、ご紹介でありました。
いいね、最高だねこれ。